ポケマスの動画をいつも見てくださってる皆様、明けましておめでとうございます。サードラです。今回は新年一発目のポケマスの動画ですね。で、今日から実装されました、これですね、このシロナ&ガブリアスのガチャを引いていこうかなと思います。はい。で、まず評価からなんですけど、ステータスがこんな感じに、レベルマックスでこんな感じになってまして、HP が547、攻撃が331、防御144、速攻128、速防が141、素早さ325っていう感じですね。で、まあ、一応そのメガ進化があるので、結構メガ進化あるポケモンあるあるなんですけど、ステータスはちょっと低めになってますですね。なんでまあ、そこまで前回の海竜みたいに突出するほど高いっていうステータスはまあないのかなとですね。攻撃がまあ上から多分まあ5番目6番目ぐらいには入ってると思うんですけどですね。で、技がこちらですね、ジナンダ、自分が前に使用した技が失敗していた場合は威力が2倍になるっていうものと、地震ですね、これは追加効果なしで、全体技の3ゲージになってます。なんでまあ、ジダンダに関しては、この外れた場合っていうのがあるんですけど、このガブリアスが覚えてる攻撃技が両方、あれなんですよね。100なんですよ、命中が。なので、まあ、相手が回避率を上げたりとかしない限り、輝かない技なので、まあ、今後ですね、もしかしたらそういったクエストが出てくるか、ソルガレオですね、まだやってないので、もしかしたらそういう風になってる可能性はあるのかなと、思いますですね。で、次がプラスパワーですね。これはもう自分の攻撃を2段階上げるっていうものと、楽しい勝負でですね、これが自分の素早さと急所率を、上げてくれますっていうものと、砂嵐の場合はぐんと上げてくれますっていうものですね。はい。で、メガ進化すると、技が、切り裂くに一段打が変わりまして、急所に当たりやすいっていう、ものがついてる威力60の技ですね。ただ威力が60しかなくて、急所に当たっても急所って 1.5 倍なので90なんですよ、だいたい威力が。ですると地震の方がまあ単体火力でも出るとは思うので、まああんまり使うことはないのかなと。一応2ゲージで火力がまあ地震と同等ぐらい出せるようになるので、最後の爪とか1体しかいない時は使ってもまあいいのかなとは思うんですけどですね、基本的にはやっぱり地震で攻めていくポケモンになるのかなと思いますですね。で、ステータスはメガ進化すると攻撃が397でめちゃめちゃ高くなりますですね。で、次、パッシブですね。パッシブが、メガ進化する前がこの2つ、行動時素早さアップ、ポケモンが技を使った時にたまに自分の素早さを上げるなので、これがだいたい 30% ですね、たまになので上がるので、まあだいたい3回に1回ぐらい素早さが上がりますよっていうものがついてますと、砂嵐時威力上昇後、これは砂嵐の場合技の威力が上がるっていうものなので、これがだいたい確か 1.5 倍ぐらい上がるんですよ、砂嵐にしとくと。なのでまあそこに関してはかなり強いのかなと。砂嵐で使ってあげるとめちゃめちゃ地震の威力が150とかになるので、バケモン火力になるのかなと思いますですね。で、メガ進化した場合は追加で地面チェンジ。さっきの切り裂くがノーマル技なんですけど、地面に変わりますよというものになってますですね。で、一応最終的な評価としては、今来てるソルガレオですね。で、おそらく人権キャラになってくると思うので、そこで人権になるんであれば、めちゃめちゃ、引くべきだと思います。で、逆に人権にならなくても砂嵐を、まあ、起こしてあげれば威力150の全体技を連発して打てるので、まあそこもめちゃめちゃ強いかなと。単純に砂嵐1回打つだけで 1.5 倍のバフがかかると思ったら、めちゃめちゃお得に使えるので、まあソロでの高速周回とかは向いてるのかなと。あとはそのオートで使った場合に、砂嵐をちゃんと使ってくれるかどうか次第なんですけど、オートが砂嵐をちゃんと開幕で使ってくれてガブリアスに繋ぐんであれば、一手で 1.5 倍のバフからの地震で高速周回ができるので、まあ引くべきっていうキャラに なるのかなと思いますですね。まあ全てあとソルガレオ次第で評価は変わると思うんですけどですね。ということで、シロナ&ガブリアスですね、狙いでガチャを引いていきます。一応40連できるので40連ですね、マックス引いていきます。まずこっちからですね、割引お願いします。ここで出てもいいよ、ここで出ても新年一発目
お願いします。はい、ないっすね。そしたら、ちょっとデトックスしましょうか。ちょっとデトックス。ここで星5出ちゃダメですね。ここでちょっと調整します。OK。どうせ毎日ここ引いてるんで、OK。じゃあ行きましょうか。この流れで、で、一応このガチャですね、は提供割合は前回と同様星5が 10% 出るようになってます。なので10連すれば1体は期待値として、まあ、出るかなって感じですね。頼む頼むで、マジで頼む、新年一発目。はい、ナイス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 。で、こっからピックアップなんで、出る出る出る。いけるいける。海竜マジで苦しめられたんで、こっちは良くない？海竜めっちゃ苦しんだんすよ、マジで。頼む。いや、ミジマルやん。前回も海竜でミジマル出たやん。頼む、マジで。いや、まだワンチャンありますね。まだワンチャン。お！来たんじゃない？来たんじゃない？これ。ルガルガンかてー！ルガルガンもうマックスなんすよね。え、マジ、ピックアップとは、本当に、ピックアップとはって感じなんですけど。はい。いやー、マジか。次行きます。流れ来てるよ、マジで。頼む。バチン！ないか。開くとき虹。頼む。伸びた。いや、こっから虹。ないっすね。え、しんど。はい、全部伸びしろです。ありがとうございます。もう、マジ？え、辛いって。あと20連で出て、マジで。海竜マジで苦労してるんで、俺。良くない？もう良くない？うわ、マジ？虹になれ、マジで虹になれ、開くとき虹になれ。いや、伸びるのはもういい、もう信用しない。マジで虹になってくれ。終わった。やばいな。やばくない？マジで出ないじゃん。ピックアップ仕事して、本当に。じゃ、ラストっすね。頼む、マジで頼む。はい。いや、もうだいぶ引いたよ。ソルファリオも回りたいんで、動画も撮りたいんで、お願いします。ナイス。もうピックアップ仕事して、本当に。頼む。もう2体抜いたから、2体すり抜けたんで、良くない？もう良くない？お願い。もうこれね、貯めた分全部使ったっすね。はい！いや、怖っ。いや、怖え。はい！ 3、これ3っすね。4。次。来たんじゃない？来たんじゃない？これ。来たんじゃない？リーガのチャンピオンでしょ？ナイス！よっしゃ！よかったー！引けたー！ありがとうございます。スクショ失礼します。あとはもうどうでもいいっすね。よかったー。引けたー。2枚抜きとかしてもいいけど、よし。ありがとうございます。いやー、よかったー。マジで。ギリギリ。全部使い切ったっすね。食べた分。はい。ということで、これからですね、まあ、白長ブリアス育てて、ソルガレオの周回やって、まあ、なんか効率がいい周回とか見つかれば、また動画は撮ろうかなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。